皆さんごきげんよう、上川香織です。今回取り上げる話題は、南の国トンガから日本に対してありがとうのメッセージが発せられているので、皆さんにお届けしようと思います。そしてこのメッセージが伝えられる原因となったのは、トンガにおける海底火山の噴火がきっかけです。日本は被害を受けたトンガに対しての緊急支援を行っており、そのことに対する感謝の言葉が出ているわけです。今回の動画においては、そのような支援の様子を少し取り上げるとともに、海底噴火がどのように地球の気候に影響を与えているのか、その点について以前動画にしましたから、その続報を少ししようと思います。また少し補足として、トンガという国が日本にとっても実は重要な国なんですよ、ということも少しお話をしようと思います。それではまずは日本の支援に対してトンガがどのようなメッセージを発しているか、ニュースを見ていきましょう。トンガで自衛隊機見られるとは。首相ら総出でお出迎え。大規模噴火と津波があったトンガに、国際緊急援助活動として派遣された航空自衛隊の C-130 輸送機が現地に到着した際、トンガのプアカバメイリク首相ら政府要人が勢ぞろいして出迎えていたことが24日、政府が自民党会合で行った説明で分かった。トンガは親日国として知られ、自衛隊による支援に政府を挙げて歓迎する意思を示した形だ。自衛隊機がトンガに到着したのは22日、空港には首相のほか、副首相、外相、財務省、保健省、貿易、経済開発省らが出迎えた。プアカバメイリク首相は、日本の自衛隊機をトンガで見られるのは本当に感慨深い。日本の皆さんにありがとうと伝えてほしいと語ったという。日本政府はトンガ政府からの支援要請を受け、100万ドル以上の緊急無償資金援助の実施を表明。自衛隊機が飲料水のほか、火山灰を除去するための高圧洗浄機、マスクなどを届けている。また、海上自衛隊の輸送艦で手押し一輪車、リアカー、ポリタンクなどを届ける。残念ながらこのトンガへの支援についてはテレビ報道などはほとんどされてはいませんが、ツイッターでは情報が公開されています。防衛省のツイッターアカウントによると、まず最初に日本からトンガへと出発するその時からその活動の様子が伝えられています。日本から立った輸送機はオーストラリアの空軍基地に拠点を構えています。この際、オーストラリアは空軍基地としては最大規模の空港で自衛隊を受け入れています。このことはクワッドのような日本とオーストラリアの関係が非常に深いことから、重要な基地を提供したものとみられます。そして産経新聞の記事にもあったように、現地では首相が出迎えを行いました。そして記事では首相の言葉が省略されていたことが分かりました。トンガの首相からは、日本の自衛隊機をここトンガで見られるというのは本当に感慨深い。まさかの時の友こそ真の友、という言葉はまさしくその通りだと思う。日本の皆様にありがとうと伝えてほしい、との謝意を表明されました。今回の支援においては、トンガに新型コロナを持ち込まないために直接的にやり取りをするのではなく、少し距離を置いて物を受け渡すということが行われています。そのため背中に大きく友達と書いて、支援の気持ちを少しでも伝えようとしています。このあたりの説明はトンガにいる日本大使が行ってくれていることでしょう。そして、もともとの支援する理由となった大噴火についての続報についても触れておきましょう。トンガ噴火の気候への影響、専門家限定的とみられる。トンガの海底火山の大規模噴火で噴出された物質は、衛星のデータから上空およそ30キロと通常の噴火よりはるかに高く、成層圏まで達した可能性があるとされています。大規模噴火の場合、地球規模で一時的に気温が下がることもありますが、今回の噴火について専門家は、現段階で影響は限定的と見られるものの、今後詳しい解析が必要だと指摘しています。九州大学応用力学研究所の竹村主幹教授によると、1991年のフィリピンピナツボ火山の大噴火では、多量の噴出物が成層圏に達した結果、地上に届く太陽光が弱まり、地球全体の平均気温が 0.5 度ほど下がりました。一方、今回の噴火について海外の専門家からは、放出された二酸化硫黄の量がピナツボ火山の50分の1程度だという速報的な解析も出されているということです。竹村教授は、速報的ではあるものの、現段階では地球全体に影響を与えるような気温の低下は限定的とみられる。海底火山の噴火だったため、水を含んだ火山灰が高いところまで飛び出しにくくなったり、二酸化硫黄がある程度水に吸収されたりした可能性もある。今後、詳しい解析を行い、どの地域でどの程度影響が出る恐れがあるのか、明らかにしていきたいと話しています。
まず第一に、トンガに対して緊急支援を行っている国としては、近くの国、オーストラリアやニュージーランドがいち早く偵察機を飛ばしたり、輸送機を飛ばしたり、そして軍艦を主体とした物資の輸送などを行っています。しかし一方において、それらの国々に比べれば日本はトンガから見ればすごく離れた国であり、そのような国からわざわざやってきて緊急支援物資を送ってくれるというのは、実際のところかなり驚きを持って迎えられた支援だと思います。このように日本が強く支援した理由というのは、そもそもトンガという国が親日国と知られており、日本との交流も深いということが知られています。そういった意味においては、日本の今回の支援というのは非常に良いことだったと私も思いますが、ただしそれだけがトンガが重要視するべき理由ではありません。というのも、この地域においては中国の魔の手がだんだんと迫っているということを意識しなければならないからです。トンガという国はその位置からしてアメリカとオーストラリアを結ぶ線上にあることから、この地域にもしも中国が多額の債務を押し付けて、その多額の債務が焦げついた時に、トンガに中国軍の基地などを作ることを認めさせるなどということがもしも起これば、中国にとっては非常にオーストラリアとアメリカを分断するための礎になってしまうのです。このような似た事例というのは南洋諸国全般に仕掛けられた外交攻勢であり、実際中国のマネー攻撃によって南洋諸国の中には台湾との国交を断絶し、一方において中国共産党と改めて国交を結ぶといった国々もあるのです。またそうした政治だけではなく、資源の面においても南洋諸国というのは非常に重要な意味を持ちます。現在のところ、その資源と言われているものは漁業であったり、もしくは資源探索をすれば石油やガスといったものが見つかるかもしれないといったことが言われていますが、現在のところはそれにとどまるわけですが、未来においてはもっともっと有効な資源が見つかるかもしれません。というのも、今はまだ私たちは鉱物資源というのは基本的には陸上で取ることを当たり前に思っていますが、年月が経てば経つほど見つけやすい場所や取りやすい場所からの鉱物資源の採取というものは少しずつ少しずつ難しくなり、そのコストが上昇していくこととなります。ですから、海底資源を取るためのその技術やコストといったものが少しずつ研究開発によって安くなってくる一方において、陸上においては鉱物資源を取るためのコストが上がっていく、この2つの線がどこかで交差することによって、広い領海やもしくは開発する海域を持っている国というものが今とは全く違う評価を受けることとなるのです。そうした意味において、日本は地方を海に囲まれている関係で、海底資源をどのように開発すればよいかといったことをずっと研究を行っています。まだまだ採算に乗せるのは難しい状態なのですが、しかしこれはあくまでも途中経過の今だからこそ言えることであり、未来においてはもっともっと技術開発を行っていけば、広い海というのが私たちにとっては資源の方向になる可能性は十分あるのです。そうした意味において、島国のトンガというのも同じようにいずれば資源の方向になりうるわけですから、友好関係を深めて、そして継続していくことは非常に重要なことなのです。そしてそのような未来がやってきた時においても、トンガは自主的な開発ができないわけですから、どこか外国の力を借りなければなりません。そのような時に日本が友好国であり、同時に開発するための技術というものを持っていれば、まさにパートナーとして非常に良い関係を築き、両国にとって素晴らしい共栄関係を築くことができるというわけです。そのような未来の話をすると、なんだ今の援助というものがそうした下心のある話なのかといったふうに少し幻滅してしまうかもしれませんが、私のした話というのは今の段階においてはただのいずれはそうなるだろうという話だって、現時点の話ではありません。ですから現在行われている日本の緊急支援というのは、本当に純粋に困っている人を助けるための援助だと見ても全く問題はないのです。そして日本の報道がこうした支援をした相手国がどのように受け止めてくれているのか、そういったことをもっと私たち日本人に向けて報道してほしいものです。日本のしている良いことについて全く目を向けず、報道を小さく取り扱うというのは非常に残念なことだと私は思います。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。